1分でわかるミステリーの通説。悲劇の英雄として日本の歴史にその名を残す源九郎義経、兄頼朝の挙兵に参じ、宿敵平家との戦いにおいて独創的な戦術を駆使した。一ノ谷の戦いでは断崖絶壁を馬で駆け下り敵陣を奇襲、世に言う鵯越の逆落としである。壇ノ浦の戦いでは自ら先陣を切る大胆さと潮の流れを巧みに利用した緻密さでついに平家を海の底に沈めたのだ。平家討伐後、兄頼朝は鎌倉に幕府を開くが、すぐに兄弟は不仲となり、義経の力を恐れた頼朝は諸国に義経追討を命じるのである。追われる身となった義経は東四皇の果て、宝厳により一大勢力を誇っていた奥州藤原一族のもとにたどり着く。だが平穏な日々もつかの間、藤原氏の裏切りに遭い、その襲撃を受けた義経は弁慶らの奮戦及ばず、自ら31年の短い生涯を終えたのである。だが根強く語られる生存説は今なお人々のロマンをかきたててやまない。今回視聴者からも驚くべき情報が届いた。それはなんと奥州平泉からは程遠い北海道に義経を祀る神社があるという。訪ねてみれば確かに義経の文字と家紋の笹林道。さらに調査を進めると北海道には義経にまつわる財宝伝説もあった。札幌に近い手稲山からは義経が奥州から持ち込んだと言われる黄金の一部が見つかり、函館からは義経と縁が深い奥州藤原一族の財宝が大量に発見されている。通説では平泉で死んだはずの義経、その痕跡がこれほど北海道に残っているのはなぜなのか。やはりこれまで義経の死について最も正確に記されているのは鎌倉幕府についての記録「吾妻鏡」とされてきた。文治5年ウルー4月30日の記述。陸奥国において泰衡源義衆を襲う。義衆は自仏堂に入り、まず妻皇太子、次いで自殺する。とまさに通説通り自殺の記述。ところが同じ吾妻鏡にはもう一箇所義経の死についての記述がある。民部省有の館で中枢、すなわち殺されたとあるのだ。同じ文献に二つの異なる記述、一体どういうことなのか。歴史の闇に光を当てる作家中津文彦氏は言う。義経の最後については全くはっきりしないですよね。死んだという確証は何にもないわけです。やはり義経は死んでいなかったのか。かの水戸光圀が編纂した歴史書大日本史でも討ち取られた義経の首にこんな疑惑を投げかけていた。首を平泉から鎌倉まで運ぶのに43日、酒につけているが腐敗して誰かわからない。すなわちこの首は偽の首であると疑うべきである。当時平泉から鎌倉までの道のりは通常2週間、ところが43日もかけて運ばれた首は面相が崩れるほど腐敗し、まるで見分けがつかなかったという。果たして本当に義経の首だったのだろうか。その謎を解くために義経最後の地平泉へと向かった。謎が謎を呼ぶ義経の最後、平泉に暮らす人々にはどう語り継がれているのか。観光案内所で聞いてみると、こんにちは。町民は多分もうここで亡くなったって信じてますので、ご本人も同じように。そうですね、はい。地元では義経が平泉で死んでいたと思われている。そしてそれを裏付けるものがあると聞き、我々は雲西寺というお寺を訪ねた。
義経の死を裏付けるものとは何なのか。はい、あります、どうぞ。あ、はい、失礼します。我々は奥へと通された。あ、こちらです。鏡があって、はい、向かって右が義経栄光なんです。なんと義経の遺灰があった。だが戒名の意味を聞き、我々は耳を疑った。戒名というのは円環通算健康大孤児神にとなっています。円環ということは館を捨てるという、ね、あの意味がとっていますけども、通算山を通って義経は逃げたんだと。一見不思議な戒名だが、それは義経が死んでいなかったことを暗示しているのではないか。まあ、もしかしたらこれはあの暗号なのかなという気もちらっとするんですけどね。事実もあの辺にはあの義経は北へ向かったんだという伝説がいっぱいありますし。義経伝説は北へ北へと伸びている。我々はその痕跡を丹念に追ってみることにした。平泉の北に位置する奥州市、ここにも義経由来のものがあるという。結構急ですね。すごいね。険しい石段を登りきり、さらに鬱蒼とした参道を進むと、その神社は姿を現す。一体どんなゆかりの品があるのか。神社の方がうやうやしく運んできたもの、それは錆びた槍の穂先。義経がね、平泉を脱出してくるとき、途中に、でここで休んだとき、これをここに降りてってくれたものなんだそうです。義経が置いていった槍の穂先、以来これは神社の秘宝なのだという。こちらの槍の他にも義経公にまつわるものってあったりするんですか。宮古の方とか、はい、青森の方にもあるそうです、うん、たくさんあるそうですから。北へと向かう道のりに点々と残る義経の痕跡。ここ岩手県宮古市には黒森神社なるものが存在した。その名前黒森の黒は九郎義経の九郎に由来するという。この地にも義経は来たというのか。黒森神社の氏子である小川さんがあるものを見せてくれるという。はい、はい、どうぞ。あ、その中に入ってるんですか。はい、そうです、ここに入ってます。この下の、なんともいわくありげな木箱から出てきたのはお守り箱と書かれた細長い箱。一体何が入っているのか。まあ義経が借金をしたというのが入っています。小川家に代々語り継がれてきたというそれは、なんと義経の手によるものとされる写経だった。我々は義経の痕跡を追い、ついに青森の弘前にたどり着いた。するとここにも弁慶の老いがあるという。弁慶の老い、はい、聞いたことありますけど。なんとここ弘前の博物館に保管されていたのは、あの弁慶が背負っていたという老い。義経終生の家来だった弁慶の足跡もまた残されていた。これらの痕跡を丁寧にたどっていくと、山から海へ、また海から山へと入り組んだルートを北上している。それが意味するものは、あの義経主従があの平泉から、まあ、こっそり脱出して北へ向かったという、そんなふうな動きが知れたとすると、これ大変なことですから、もう万全を期して隠密行動を取らざるを得なかった。幕府の目をくらましながら北へ北へと向かった義経主従。とするならば、義経のものとされ43日間かけて鎌倉に届けられた首は一体誰のものだったのか。我々はその謎を解く鍵を義経が途中立ち寄ったとされる盛岡に見つけた。こちらの文書だと思われますが。 ありがとうございます。奥州南部風域史、江戸末期に奥州の伝承をまとめたその本の中に義経にまつわるくだりがある。
そこには弁慶をはじめ義経に付き従った者についても記されているが、中に義経と同い年で容姿や顔立ちがよく似ていると書かれた人物がいる。その人物とは杉野目太郎。調べてみるとこの杉野目太郎、元来奥州藤原一族の家臣であり、義経が平泉で襲撃された際にも義経に従い戦った人物であることが分かった。これはもしや、全ての鍵は杉野目太郎なる人物が握っているのではないか。杉野目太郎について調べるとある重要な情報を得た。宮城県神成にこの地を治めていた藤原氏の一族が建立したという杉野目太郎の供養塔がある。そこには驚くべきことが書かれていた。小高い丘へと続く一本道を登っていくと、結構登ってくるんですね。そうですね。その一角に杉野目太郎の供養塔はひっそりと佇んでいた。ああ、ありました。ついに我々は義経生存説の鍵を握る人物の供養塔を発見。2基ある供養塔のうち1基の方に驚くべきことが書かれていた。元宗義経神霊身代わり杉野目太郎幸信 の日。なんと杉野目太郎が源義経の身代わりになったと刻まれていた。ということはやはり義経は平泉で死んでいなかった。身代わりとなった杉野目太郎の首を鎌倉へ送り、自らは北へ北へと向かった義経。しかし生きていたのならなぜその道中に痕跡を残していったのか。義経は絶対逃げたんじゃないですよ。まあとんでもないスケールの大きなね、まあ、奇想天外なって言いますか、そういったふうな大きな戦略目標を持って北へ向かったんですね。その戦略目標とは一体何なのか。我々は再び義経の足跡を追った。腹心を身代わりにしてまで義経はどこに行こうとしたのか。我々は本州最北端の地青森で義経の行方を調査した結果、その行き先につながる情報を得た。あ、そちらですか。はい、そうです。この新鮮陸国史の中に義経の行方ははっきりと記されていた。インマヤ村にては行けばそこから渡ったというふうに書かれています。行く先は西伊豆というんで北海道の日本海側ということになりますか。そこには確かに津軽インマヤ村を出て伊豆地に渡ったと書かれている。義経は北海道に渡っていたのだ。我々もその足跡をなぞるように津軽海峡を越える。するとそこには義経にまつわる場所や財宝伝説が数々あった。さらに歴史上の人物の子孫にもたどり着いた。義経を先導して蝦夷地へ渡ったと。義経が残した痕跡、それは仲間への生存を伝えるメッセージだったのではないか。そして北の大地で何をしようとしていたのか。今後も我々は調査を続行する。